芋貝の貝殻に現れるルール30と似た模様。ルール30はスティーブン・ウルフラムによって1983年に導入された一次元セルオートマトンのルールの一つである。ウルフラムの分類ではルール30はカオス状態を表すクラス3に分類される。ルール30は単純なルールである一方複雑で一見無作為なパターンを生成する。そのため スティーブン・ウルフラムは、ルール30等のセルオートマトンは、自然界で見られる、複雑な構造を生み出すルールがいかにシンプルであるかを理解するための鍵となると考えた。例えば、芋貝の貝殻に、ルール30が生成する模様と似た模様が現れる。ルール30は、マセマテカの乱数生成にも使用されており、暗号化で用いる、ストリーム暗号としても提案されている。 ルール30はそのルールを記述する最小のウルフラムコードであるため、そう名付けられている。ルール30の内部状態を左右逆にしたものがルール86、状態のビットを反転したものがルール135、内部状態を左右逆にし、状態のビットも反転させたものがルール149であるが、本質的にはルール30と同じである。 ウルフラムの基本セルオートマトンでは、各セルの初期配列とルールによって2状態を持つ無限の1次元配列が考えられる。セルオートマトンは、理算的な時間で考えられ、すべてのセルは、その現在の状態と左右の状態のみに基づいて、同時に状態を変化させる。ルール30の場合、その変化させるルールは次の表で示される。 この00011110を1心進法に変換すると30であるため、ルール30と呼ばれる。次のパターンは、状態0中に、状態1がたった一つだけ存在する、初期状態から現れる。ルール30に従うセルオートマトンが生成する、パターンここでも、縦軸が時間を表す。この構造では、白い逆三角形が頻繁に出現し、 左側に縞模様が現れるなどのいくつかの模様が現れる。構造全体をうまく説明するパターンはない。N 世代目に存在する状態1のセルの数はとなり、およそ N である。クロマスが生じうる範囲は 2N プラス1であるため、およそ1、2の確率で0とッ1の状態が生じている。スティーブン・ウルフラムは、セルオートマトンの分類を視覚的な情報に基づいて、 行い、ルール30は、カオスに相当するクラス3とした。しかし、ロバート・イル・デヴァニーとクヌードソンによって提案された、より厳密なカオスの定義を満たすことが後に示された。特に、デヴァニーの基準によれば、ルール30は、初期条件の微小な変化に対して、大きな変化が生じる、初期値敏感性を示し、その周期的な構成は、カントールトポロジーによれば、 すべての空間で密であり、混合的である。クヌードソンの基準によれば、ルール30は、敏感な依存性を示し、密な軌道が存在する。これら2つのルールのカオス的な振る舞いの特徴付けは、ルール30のパワーミュートティブであるという、単純な特性によって検証された。上記の画像でも明らかなように、ルール30は、入力が無作為ではなくても見かけ上の乱数を、生成する。 スティーブン・ウルフラムはその中心の列を疑似乱数生成器として使用することを提案した。多くのランダム性の標準的なテストに合格し、ボルフラムはこのルールをマセマティカで乱数を生成するために使っている。ルール30は多くの入力パターンに対してランダムなパターンを生成するが、反復パターンを生成する入力パターンもまた無限に存在する。な例では、 すべての入力が、例である場合である。それほど自明ではない例には、000000100111を繰り返す入力がある。詳しくは、リピーティングルール30パターン図を参照。モシエシッパーとマルコとマッシーには、ルール30の乱数生成器は、他のセルオートマトンを用いた乱数生成器と比較して、解事情検定の結果があまり良くないことを示した。 また、ルール30のセローとマートンによって得られた比較的悪い結果は、ボルフラムが考える蓄次的な処理ではなく、N 個の乱数列を並列で生成したものによるものかもしれないと懸念を表明した。北ケンブリッジ駅の外装に見られるパターン北ケンブリッジ駅は、ルール30の繊維を示すパネルで装飾されている。このデザインは、ケンブリッジの数学者、 ジョン・ホートン・コンウェイが研究したライフゲームに触発された建築家によって行われたが、ライフゲームのルールには基づいていない。ありがとうございます。